こんにちは。キューピー横地です。今日のエンサは飛鳥時代の憲法十七条についてやっていきたいと思います。これは第十二回にも出てきた聖徳太子たちが定めたものです。これは一言で何かっていうと基本方針です。これから国はこうやっていくよっていうものを定めたものであって、例えばこれ1条なんですけど、1人は和をもって立っとしとなし、逆らうことをなきを旨とせよっていうふうに書いてあります。どういうふうに言うかっていうと、喧嘩をしないで仲良くしろよっていうことを言っています。本当に小学生の生活目標ですよね。この憲法十七条っていうのは権利や義務、刑罰などを定めたものではなく、本当に何度も言いますが基本方針です。国の在り方を定めたものです。次は憲法十七条の覚え方をやっていきたいと思います。はい、今日のキューピー横陣のエンスタは以上です。皆さんチャンネル登録よろしく。